橋いは橋いは橋いは橋は杭いは、和歌山県東室郡串本町にある、紀岸郡。道町の大麻桜寺の川生寺橋ぐいの海岸から、紀大島方面へ、大小約40の岩が、南西一列におよそ850メートルもの長きに、渡って連続してそそり立っている。直線上に岩が立ち並ぶ姿が橋の杭のように見えることから、 はしぐい岩と呼ばれている。また干潮時には岩の列中ほどに付属する弁天島まで歩いて渡ることができる。なお、弁天島の西側には朱色の鳥居があり、それをくぐると小道があって少し登ると岩壁を背にした祠があり、参拝することができる。吉野熊野国立公園に属しており、 国の名称や国の天然記念物の指定も受け観光名所となっている。また、橋い岩を通して見る朝日は、とても美しいと評判で、日本の朝日百選の認定も受けている。橋い岩の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成橋い岩は、1500万年前の、 火星活動により、泥岩層の間に、流門岩が貫入したものである。貫入後に差別侵食により、柔らかい泥岩部が早く侵食され、硬い石鋭半岩が、杭上に残されたものである。橋ぐい岩のパノラマ写真昔、工房大師が天の塾と串本から、沖合の島まで橋を架けることができるか否かの架けを行った。 工房大使が橋の杭をほとんど作り終えたところで、天の弱はこのままでは賭けに負けてしまうと思い、鶏の鳴き真似をして、工房大使にも大朝が来たと勘違いさせた。工房大使は諦めて、作りかけでその場を去った。そのため橋の杭の実が残ったという。橋杭岩に転がっている、岩の中には岩のそそり立つところからかなり遠くにまで転がっているものもある。 これらの岩は、宝永地震で起こった大きな津波によって、そこまで転がったのではないかという調査結果が出ている。その調査として、もともと湿ったところを好む植物、生物が死滅し、化石になったものが表面上に残っており、それらを調査したところ、宝永地震の起こった1700年代であることが明らかになっている。また、橋杭岩に散らばっている岩が動くのには、 秒速4メートル以上の速い流れが必要とされ、これもこの地域で頻繁に襲来する台風から起こる波や同じく震源域に近い東南海が震源の単独地震を想定して計算された流速ではなく、東海、東南海、南海地震の連動型であった方栄地震を想定して計算された流速と一致している。 橋食岩は国道42号沿いに位置する観光スポットで、付近には土産物屋なども数軒見られる。干物などを売る店もある。薄皮饅頭は土産として有名である。2010年、串本町が和歌山東漁協の土地を買い取った後、熊高商寺が指定管理者となり、2013年、道の駅串本、橋栗岩を開け駅した。橋岩から、 新宮方面へ歩くとすぐに、JR 紀勢本線のキービ姫駅が、串本方面へ歩くと、橋食い海水浴場がある。橋食い海水浴場の先をもっと進むとやがて、串本の市街に入り、串本駅に至ることもできる。なお、橋食い岩の根元には、大志温泉という温泉が湧き出しており、共同の浴場も整備されている。 西日本旅客鉄道規制本線串本駅から国道42号沿いに北東約1キロメートルである。潮の岬から出ている熊野交通の木、勝浦駅経由、新宮行きのバスに串本駅前から乗ると、橋い岩バス停まで4分ほどで着く。道線キービメ駅が駅としては最寄り、道の駅串本、橋い岩に関するカテゴリー。ありがとうございます。